シャルマネセル3世、シャルマヌ・アシャレドはアッシリアの王、アッシュル・ナチルパル2世の息子にして後継者である。彼の長期にわたる知性は、東方諸部族、バビロニア、メソポタミア及びシリア、そしてキズワトナトウラルトへの普段の遠征の連続であった。彼の軍隊はバンコとタウルス山脈に侵入し、カルケミッシュの新筆体とに効能を強制し、 ハマトとアラムダマスクスを平定した。アラブ人とカルデア人が初めて記録された歴史に登場するのは、シャルマネセル三世の年代記の1850年代からで、ある。カルカルの戦いを改装するクルクの石碑。マルドゥクザキルシュミ一世と挨拶する、シャルマネセル三世。シャルマネセル三世の玉座の基壇の全面パネル。シャルマネセル三世は、 ウラルト王国への遠征を開始し、1858年にスグニア氏を破壊、続いて1853年にはアラシャ君市を破壊した。この二つの都市はトゥシュパ市にウラルト人の中心がセる、以前のウラルト王国の首都であったと見られている。1853年、ダマスカスのアラム人王、ハダドエゼル、ハマトをイルフレにイスラエル王、 アハブ、アラブの王ギンデブラ、11人の王による連合が形成され、彼らはカルカルの戦いでシャルマネセル3世と戦った。戦いの結果は決定的なものとはならず、シャルマネセル3世は何年もの間戦い続けなればならなかった。これらの戦いでアッシリア帝国は最終的にレバントに対する遠征を開始した。彼は、 シャルマネセル三世の同盟者、マルドゥク・ザ・キルシュミ一世の弟である。遠征の二年目、マルドゥク・ベール・ウシャテは、退陣を余儀なくされ、殺害された。これらの出来事は、黒色オベリスクに記録されている。我が知世の、第八年、カルドニア州の王マルドゥク・ザ・キルシュミの弟、マルドゥク・ベール・ウシャテが彼に反乱を起こし、全土を分割した。彼の復讐のため、 世は出陣しめトゥルナトを占領した。我が治世の第9年、世は再びアッカドへと進軍した。世はガナンナテを包囲した。マルドゥクベール・ウシャテについては、アッシュール神とマルドゥク神の恐るべき栄光が彼を圧倒し、彼は自らの命を守るため山地へと登っていった。世は彼を追撃した。世はマルドゥクベール・ウシャテ並びに彼と共にいた。 反乱軍の将校たちを剣で切り倒した。シャルマネセル三世、黒色オベリスクシャルマネセル三世に跪まずくイエフ。これは、古代オリエント美術における現存する唯一の、イスラエル、または、ユダヤ人の君主の肖像である前8 4 1年、シャルマネセル三世は、ハダドエゼルの後継者ハザエルに対して、 遠征を行い、彼を首都の城壁内に交代させた。シャルマネセル三世はダマスカス市を占領することができなかったがその領土を荒らしイスラエルのイエフはフェニキア人の諸都市と共に、おそらく全8 4 1年にシャルマネセル三世に孔能を送った。バビロニアへど生活を送るカルデア人、ストゥ人。 アラム人諸部族の領域を含めて、すでに征服されており、バビロニア王は処刑されていた。前8 3 6年、シャルマネセル3世はタバルに遠征し、続いてカッパドキアへ派兵した。そして前8 3 2年にはウラルトに対して別の遠征が行われた。翌年、恒例のためにシャルマネセル3世は、軍の指揮権を、 タルタンのダヤガッシュールに引き渡さなければならなかった。そして6年後、ニネベとその他の都市が息子のアッシュールダインパルの下で反乱を起こした。内戦は2年間続いたが、最後はシャルマネセル3世の別の息子シャムシ、アダド5世によって撃破された。シャルマネセル3世はその後間もなく死亡した。シャルマネセル3世によるシガッシリア帝国の拡大。 その地勢後半に発生したこの反乱にもかかわらず、シャルマネセル3世はシガシシリア帝国の国境を拡大し、ザグロスのハブール側と山岳の前線地帯の支配を安定させ、ウラルトゥと対抗してみせた。また、彼の地勢中、ラクダオカル、アラブ人たちが初めて歴史に登場した。シャルマネセル3世が残したモニュメントの2つに、旧約聖書の君主名が登場しているため、 彼の知性は、聖書学において重要である。黒色オベリスクは、オムリの子、イエフに言及しているに宮殿を建て、彼の初遠征を記録した、往年代記の複数の版を残した。そしてこれらの最後の版が、カラフの黒色オベリスクに刻まれている。黒色オベリスクは、彼の知性中の重要な出土品である。これは、黒い石灰岩で作られた浮き彫り彫刻で、 イラク北部にあるニムルドで発見された。発見された中で最も完全な状態で残るアッシリアのオベリスクであり、最初期のイスラエル人の描写を持つため歴史的に重要である。このレリーフの上部と下部には長い設計文字の碑文でシャルマネセル3世の年代記が記されている。そこにはシャルマネセル3世と彼の最高指揮官が地制31年まで。 毎年行った遠征が記載されている。いくつかの特徴から、軍を指揮する責務が最高司令官のダヤナッシュールに与えられていたことが示唆される。上から2番目の層には、イスラエル人の現存する最初期の肖像である、イスラエル王国の王イエフの肖像が含まれている。イエフは、イスラエル王国とフェニキア及び、ユダ王国との同盟を取りやめ、アッシリアに侵入した。色オベリスクは、 イエフが全8 4 1年頃に功能を自ら持っていったか、あるいは送ったことを描写している。この場面の説明は、アッシリア設計文字で書かれており、下記のように訳出できる。オムリの子イエフの貢ぎ物。要は彼から銀、金、黄金の鉢、剪定の黄金の壺、黄金の主杯、黄金の容器、鈴、王尺、そして槍を受け取った、このオベリスクは、 1825年の内戦時に、公の記念碑として建立された。そして1846年に、考古学者、オースティン・ヘンリー・レアード卿によって発見された。ウィキメディア・コモンズには、シャルマネセル3世に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。